します。スクラブ討論を受けて、先ほど幹部会談のような NHK さん下がってください。どのような議論をされましたでしょうか。すみません、もうちょっと下がってください。総理から特に定数削減、格差の是正についての言及がある。特例交際についてはもうこれは与野党協力のもと成立をするという目処が立っていまして、もっぱら今日の総裁とのやり取りは定数についてのもの、あるいは一体の格差についてのもので、その中で総理から格差の是正、すなわちゼロ増向、そして定数の削減というものをやりたい、最悪という言葉を総理は使ったと思うが、それが実現しない場合でも通常国会において実現するとさせるという約束があれば16日に開催するという発言がありました。それを受けて役員で議論をいたしました。我が党として総理の発言を誠実に受け止め協力するという方針を決定をいたしました。その手法等々について今後話し合うことがあると思いますが、今日の総理の提案を我々として誠実に受け止めて協力をいたします。さて16日までにですね、次の通常国会で定数決定をすることを担保しなければ逆に解散がないのとも問えます。これはどのように担保する形ですか。これはどういう形で担保するかというのは、それはいろんな形式があると思います。公文という形が馴染むのか、それともこういう議員の身分にかかることですから公文という形にするべきだという考えもあるのか、あるいはそれは上流化には馴染まないということであるならば、賛同で報道なのか文書を持って進むか別として合意を交わす等々いろんな担保の仕方はあると思います。今日はそこまでの議論をいたしております。総理の発言を提案というより発言といった方がよりふさわしいと思いますが、誠実に求め協力する。国民民主党では今日は16日の解散で合意したという考え方でしょうか。解散の合意は役員会ですか。それはですから党首討論を受けて、それはどうでしょう。誰と誰との合意ですか。安倍総裁と山田総理は16日の解散で合意したという考え方でしょうか。それは党首討論の中でそういう合意がなされたとは私自身は認識をしています。しかしそこにおいてですね、総理から先ほど述べたような発言があり、我が総裁からやりましょうということがありました。それを党としてもちろん総裁の発言ですから、それ以上のものはないわけですけれども、党としてどのように求めるかということを先ほど協議をし、先ほど申し上げたのことということです。ですから合意があの場でなされたという解釈もそれはできるでしょう。しかしあそこでですね、じゃあ総理の発言の意味は何であったのか、前提は何であったのかというようなことを実際に分析をした上でですね、我が党の方針を決したということでございます。各社、野田総理の言い方だとですね、通常国会での定数削減を、約束したらということでしたけど、これ約束することは受け入れるということになる。それはどういう議員が選ばれるかによりますでしょう。それは解散総選挙を挟むわけですね。これは総裁が党首討論後の会見のようなそういう形式だったと思いますが、そういう場で発言をしたように、ここで約束をしたとしてもですね、それはどういう議員が選ばれるのか、そこは全く分かりません。しかしながら民事公その3党においてその方針を確認するということについては一応見ているものだと思っております。民事公で関数を取ると
それはもちろんお互いが政権を競って戦うわけですが、ただこの一点においては協力するということは可能なのではないでしょうか。すると自民党としては、数の重い比率は別にして定数を削るということ自体自民党としては賛成する。これは我が党も2年前の参議院選挙においてですね、きちんと公約をしているということで、我が党の公約の趣旨にはそういうものだというふうに指摘をしております。見て、米欧制については選挙制度については我が党として米欧制には賛成しかねるという立場でございます。これはかなり人為的に小選挙区で多く取った場合にはフリークで議席を減ずるというものですから、それが憲法に定められた国民の権利等々ですね、どのように影響するかという根本論から始まって非常に複雑なものであるということで、選挙制度についてはあとはこれで臨むということを決しているわけではございません。それは定数の削減ということで、あとは2年前に参議院の公約をしているというだけでございます。総理は今国会でやってほしいと、それ最悪の場合は通常国会でという言い方だったんですけど、それ受け自民党としてその実現に向けて努力していくというのは通常国会でということを基本考えました。総理が言ったことを誠実に受け止め努力するということです。その決定は総理大臣にもお伝えになったんですか？それは伝えておりません。今この場でこういうふうに申し上げているわけですし、公明党さんのお考えもあろうかと思います。お電話をして総理にお伝えするというような性質のものではありませんが、その形式については総裁がご考えになると思います。公明党との調整については、公明党とはこの点については一致を見ております。すみません、今回また民主、自民、公明の3党でこの選挙制度を話し合う機会があると思いますが、それというのは選挙後の政権の枠組みにも影響があるというふうなお考えはいかがでしょうか？それは選挙後にどういう姿になるかは有権者のそのことですので、今ここで申し上げることではありません。しかしそこにおいて3党が一致をしたということであるならば、そしてその3党のうち我が党と民主党が選挙区においてほとんどの選挙区に候補者を立てているという状況からすれば、今後の枠組みに影響を与えるということはあるだろうと思います。いずれにしても主権者たる国民がどういう審判を下されるということが優先をいたします。選挙間近ということで、その選挙体制作りという面でも、あるいは公約その他もろもろ広報体制という面でも準備を急がなければならないと思うんですけれども、その点についてその今の幹部会合では確認されたことはあるでしょうか？それはございません。私どもとして12月9日投票ということが最も早い投票日であるということを想定しておりましたので、公約あるいは選挙準備もちろん万全とは参りませんが、かなり精力的にやってきたつもりであります。それから解散日が明確になり、公示そして投票日というのが明確になると思いますが、さらにその準備を加速させるしなければいけないと思っております。今日 の野田さんの発言について、野田さんという政治家自体の感想というのはどう思われますか？それは野田さんのいろんな決断に対してそれを阻害するような話ですが、民主党の中の方々に対する総理の意思の表明ではなかったかと思っております。かなり民主党の議員さんも今日疲れたというか呆然というか、そういうような印象を持ちました。ただこれから民主党の中でいろんな動きがあることだと思いますが、日本国内閣総理大臣として果たすべき責任を果たすということだったと私は理解をいたしております。よろしいですか？はい、ありがとうございました。